日本鹿児島県泉郡長島城獅子島獅子島は、鹿児島県泉郡長島町を構成する島の一つであり、鹿児島県の有人離島では最北に位置し、また県の最北端でもある。人口は約689人。また、行政区画としての獅子島は長島町の大技となっており、獅子島の全域がこれに該当する。獅子島には、 1> 約1億年前頃の白亜紀層を、はじめ、古代三期四神夜までの地層が見られ、アンモナイトや三角街、主張流などの化石が見つかっている。室町時代の後期頃までの獅子島は、東中島と呼ばれ、肥後国に属していたが、当時の領主だった、獅子、谷七郎が、1565年島津氏との戦に、敗れ、以後その支配のもと薩摩国に属するようになった。 その後、全領主の生をとって、獅子島に島名が変更された。島は、雲仙天草国立公園にも入っており、薩摩松島などとも呼ばれる。また周囲は、リアス式海岸となっており、複雑な地形で釣りのポイントが多い。スキューバダイビングもできる。漁業はその地形を生かし、ブリタイヒラメなどが養殖される。また農業では、甘夏みかん、バレーションなどが栽培される。 毎年4月に、獅子島小根祭が開かれる。小根比のある島の最高峰、七郎山に登り、獅子、谷七郎とその家臣たちを供養し、島の繁栄を祈願する。島内には、全日制高校や通信制高校の学習センターはない。なお、島内の高校受験生は、学区の制約なく県内のすべての県立高校へ進学できる。このか。 島内交通として、獅子島乗り合いバスが運行されている。沿岸で採集された南薄小屋から3種類の抗生物質が発見され、透明にちなんで、獅子島維新 A、B、C と名付けられている。ありがとうございます。